133万5。どうも、大輔です。資産は133万5390円ということで、大幅に下がっておりますが、この原因としては、少し前に出したね、50万円ゲットみたいな動画があったと思うんですけど、あれは厳密なゲットではなくて、積立 NISA から50万円下ろして、あるものに使ったんです。それはもう、もったいぶらず言いますけど、中国の株を買いました。そして見事、半分になりました。詳細はまあ引き伸ばしというか、詳細はまた後で言います。はい、ということでした。おもんない使い方したでしょう。まあ、詳しくはまた話します。はい、ということでね、最近はアニメのアイドルの2期を見始めたんですが、1期ほどは面白くないですね。最後まで見れるかどうか不安です。2.5 次元俳優とか舞台興味ないんで、それがメインの話なんでちょっとしんどいっすね。はい、ということでやってまいりましょう。銀行口座合計からいきますか。資産公開の動画スタートです。まずはね、ゆうちょ銀行、これお昼の仕事の給料が支払える口座なんですけど、5431円、まあさせてください。生活費と家賃とかカード支払いの口座に全部行きました。いつもこんな感じです。お次、メインバンク新生銀行、7415円。これもいつも通りね、数千しか入ってません。もういつも通りですね。次の中国銀行、主に光熱費とか家賃とかが引き落とされるとこ、5970円。これもね、いつも家賃が20日前後に引き落とされるんで、家賃は4万9000ちょいですけど、まあ5万入れとけば安心ということで、いつもこのぐらい入ってます。変わりはしないです。で、トマト銀行1611円、これ YouTube の収益が入る口座ですね。先月より下がってるということは、貯めとく言ってまた下ろしちゃいましたね。1万4000今回下ろしましたかね。はい、お次、楽天銀行、主にこれギャンブルとかカード決済の支払いのとこですね。もう入れてあります。引き落とされるであろう額を超えた金額を、59283円ということで、うん、まあいいんじゃないでしょうか。だいたい5万2000円ぐらい引き落とされるのかな、今回。ちょっとね、カード生活してみようと思ってスーパーでカードを使ったりしたんですけど、ちょっと私にはね、合わないというか、もう未来の自分から借りてる感じがして怖くて、なんかね、クレジットカード生活無理っぽいですね。試してみたんですけど、ボンボン使うことはないですけど、なんかね、計算しながら使っていくのがストレス溜まりますね。もうあるお金で使っていく、でなくなったら下ろすっていうのが合ってんのかなと思いました。で、銀行口座の合計は13万3710円ということで、うん、ずっと横ばい状態ですね。だいたい11万から14万ぐらい行ったり来たりって感じで、面白みがないです。そんでもって次は証券会社なんですけど、はい、ご覧の通り PayPay 証券がゼロになってます。もう PayPay 証券ね、閉じました。私はもうやめました。お、じゃあ米国株売ったんですかって言われると、はい、売りました。あれだけね、倒産するまで売らないって言ったのに。だけど、まあ次行きます。楽天証券、ここね、今までは積立 NISA っていう項目だったんですよ。上の方を見てみね、ちょっと下げましょうか。スプレッドシートを見てもらうと分かるんですけど、上の方、はい、積立 NISA の項目になってますね。ここにちょっと私めんどくさいことしちゃって、はい、戻します。うん、積立 NISA は50万下ろして、で冒頭でお伝えした通り、中国のとある株を買ったんですよ。でそれをですね、成長投資枠で買ったんですね。そうするとですね、積立 NISA
と成長投資枠合算した数値が出されちゃうんですね。うん。なので、まあトータル見てください。こんな感じです。はい。117万ということでね。うん。で、現金9万円残ってますけど、これもまあいずれどっかに使えますよ。なので厳密に言えば50万パーッと使ったっていうのは、少し嘘で、9万残ってるんですよ。まあこれもよくわからん株買うと思います。もうこれは変わらないです。で、なんちゅう中国株を買ったかっていう話なんですけど、こちらになります。うまくならなかったな。損してるし。イエスターヘルスケアっていう、全然知らない中国の株です。なんで知らない株買ったかっていうと、私昔からデイトレっていうのに憧れてまして、デイトレっていうのはデイトレーダーっていうのをよく聞いたことあります。一日でね、売り買いを繰り返して儲けを出すっていう。それをやりたくてね、50万下ろしたんですよ。で、やっぱり値動き激しい。すごい上がってる株とかね、すごい下がってる株とか。うん。買うと儲かったり損したりするわけですけど、私は、すごく上がってる株を見つけまして、で、その上がってるのが、2日目だったんですね。1日目すごい上がってて、で、2日目に、また上がってたんですよ。で、買ったんですよ。だいたいそういうのって3連投って言って、3連チャン、3日連続上がる株ってあるんですよ。あ、このパターンだなと思って。これ勘ですよ。何の根拠もないっす。買ったんですよ。で、チャート見てください。結果的に言うと、このてっぺんで買って、てっぺん、ね、0.2 香港ドルで買って、でもって今 0.08 香港ドルなんですよ。まあ単純計算で3分の1近くになっちゃいましたね。40万円が15万円です。60% 減。1日ですよ。約1日で。あ、これでもまだちょい上がりましたよ。もうどん底の時、もう本当に3分の1ですよね。10万円ぐらいになっちゃいましたね。うん。30万円損のとこまで行きましたからね。で、それで売らずに持ち続けたら、まあ、25万円損ぐらいまでちょっとだけ持ち直したって感じなんですけど。これね、中国のね、政府がね、これから景気良くするわって発表したんですよ。それで軒並み中国株が上がってるぞっていうニュースが入って、ああ、じゃあこれでデイトレしようと思ってやったんですけど、洗礼を浴びましたね。そんな軽い緩い気持ちでうまくいくわけがなかった。実はこの50万円何をしようとして、はい、現金化したかっていうと、例の米国株フューエルセルエナジーなんですけど、これの買い増しをしようとしたんですよ。もうどん底まで下がってるから、もうこれ50万買ったれと。そしたらどん底まで下がってるとこからふわっとちょっと上がるだけで、今までの損がなかったことになったりするわけですよ。いわゆる難品買いってやつですね。高値で買って塩漬けになってる株をすごい低いところで買うことで取得価格を下げるっていう方法なんですけど、プロの方がまずあんまりやらないやり方なんですけどね。素人がやる買い方なんですけど、でもそれちょっと怖いなと思って、結果的にはそれやっといた方がまだ損はなかったですね。一番やっちゃいかん急騰中の株を買ってドーン。チャート見たら面白いようにカモになってますよね。このイナゴって言うんですけどね。もう注目を浴びてる株にブワーってイナゴのように群がって、で本当上がるんですよ。そういう時はバーって、でも大した材料もないのに上がってるやつはすぐにボーン元通りですから。でも私はね、3日連続ぐらいは上がると思ったんですけどね、外れましたね。うん。で、まあ初日はさすがに落ち込みましたけど、びっくりしたのがそこまでもうね、落ち込んで引きずってないというか、まあちょっとテンション低めかもしれないですけど、まあそれはテンション高くはならんですよ。でももう、まあしょうがないなと思って。こう考えることしました。もうどっか50万円かけてね、海外旅行行って、もう天候が悪いわ、ツアーコンダクターって言うんでしたっけ、ね、ツアーについてってくれる人
の態度も悪いわ、飯もまずいわで何のいい思い出もなかったわっていう旅行って多分あると思うんですよ。そういう旅行に引っかかっちゃったなって思っても忘れることにします。と言ってもまだ保持したままなんで、いつか売らないといけないんですけどね。まあ株の話はね、興味ない人は本当とことん興味ないと思うんで面白くないでしょうし、金の話はまあ厳密に言うと興味あるというか、皆さんお金を稼いで暮らしているわけですから、お金っていうのはどんな人でもまつわるので、全ての人にちょっと引っかかる部分があるコンテンツではあるんですけど、投資は本当やらない人は一生やらないですからね。なのでまあこのぐらいにしたいんですけど、まあこれはね、うん、デイトレ怖いですね。いやね、かつてデイトレで儲けまくってた人の本とか読んでるんですけどね、この人の本に書いてることは、上がってる株を買ったらいいよっていう風には書いてるんですよ。やっぱり上がってる株を 順当に買うのが一番儲かると。で、私は上がりすぎてる株を天井で買っちゃったんで、それはダメですね。まあだけどまたやりますよ、同じようなこと多分。だけども積立NISAを崩してまでやることはなかったな。どっかで他でね、コツコツ貯めてギャンブルに使うぐらいなら投資の方がいいじゃないですか。ギャンブルって本当は外すとゼロになるんでね、投資はもうゼロになることはほぼないんで、倒産しない限りは。まあだからこの先積立NISAを崩してまではやらないようにしたいです。また塩漬けのね、株が増えちゃいましたね。この先上がることもあるかもしれないんでね。でも今中国経済ちょっと崩壊しつつあるって聞いてるんで、上がんないのかな。あとね、もう一つ50万円使い道考えてたのは、今これ撮影してるの私が愛用しているスマホなんですけど、このスマホをシャオミっていう中国の企業のスマホなんですよ。で、すごくいいスマホだったんで、まあ応援の気持ちでシャオミの株を買おうかなと思って、50万円分。それも考えてたんですけど、まあ結論から言うと、シャオミ買っときゃよかったな。いや、そんな別にむちゃくちゃ上がってないですよ。でも安定してるというか、うん。まあもう過去のことって割り切ってるっつってもやっぱりちょっとへこむな。はい。まあ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 、こういう時もありますよ、長い人生。うん。あのね、もういろんな有名人の例挙げると、今でしょの林修先生いますよね。あの人もね、かつて株をやってたんですけど、もうそれだからどん底の株を探して、プッと上がるんじゃないかっていう株を探してね、それで2000万損してたって言ってましたから、まあ50万ぐらい一緒。ちょっと待って、米国株と合わせたら50万どころじゃないか、損60万ぐらい損しましたね。この中国株に至っては1日で25万損しましたから、なかなかですよ。はい、ちょうど財布の中身は1万円ぐらいです。で、ペイペイ残高は1万5000円ぐらいです。うん、まあ、この2万5000円でなんとか月末まで行きたいんですけど、多分足りなくなるでしょ。どっかから引っ張ろうか、またトマト銀行、ちょっと2万5000円で頑張ろうかな。はい、もうトレーニング、ダイエットも始めますから。あとパトレオンですね、$425ということで、はい、順調にここ積み上がってますね。ここはもう本当に死守しないと、来年車検なんで多分13、4万かかるんでね、今回の車検は、次の車検はね。はい、そんな感じで資産合計は133万5390円となりました。ということでね、コツコツ積み上げて儲けもいっぱい出てた積立NISAのその利益分、それを再投資してさらにどんどん
順調に儲かってたはずなんですけど、それを全部台無しにしてしまいました。3年間積み上げて利益得た利益の50万円ぐらいをほぼパーにしてしまったということで、そうだったら銀行に預けてんだと変わんないじゃないかってことなんですけどね。まあ洗礼を受けましたよ。これに懲りることはないと思うんですけど、まあ、あまり無駄遣いせず、はい、パソコン買っときゃよかったな。素直にもったいねえ。これね、ほんと上がってるやつ買って儲かったこともあるんでね、この過去が良くないんだよな。毎回失敗していればね、さすがにもう学習するんですけどね、たまに当たるんですよ。ほんとこれギャンブルと一緒っすよね。たまに当たっちゃうから。で、今回私が夢見た構想としては、40万円上がり続けてる株をにポンと投資して、それがもう1日でね 1.5 倍とか2倍になるのを期待したんですよ。1日で40万円が80万円になったっていう動画をね、出したかったんですけどね、夢は夢でしたね。はい、ちょっとろれつ回ってないですね。バイバイ、ありがとうございました。そういうことでした。はい、さよなら。